どうも、ハマの YouTuber 宮野です。今回もプロスピエスやっていきます。はい、ということで最近ね、思いますっていうのはちょっとおかしいなと思ったんで、やっていきますとね、言い切るようにします。でなんですけど、あのベストナインのタイトルホルダー第2弾ガチャ来たんですけど、これはね、引きません。うん、っていうのもね、まあ、ギータ選手と鈴鹿野選手かはシリーズ2でね、まあ、持ってるので、まあ、ここであえてね取りに行こうという気はね起きないんでね、まあ2弾は見送って3弾引きに行こうかなと、考えてます。で今回やっていくのはベスト9ではなく、こちらですね、はい、プロスピ15周年記念プレゼントスカウト1日1回無料で引けるスカウトということで、あの15周年を記念してね、何日か無料で引ける、ガチャがね来てるので、こちら引いていきたいと、引いていきます。なんか引いていきたいと思いますっていうのが癖になってんだよね。引いていきましょう。まあね、今日バレンタインだからね、出ちゃうでしょ、 S ランク。いや、ということで1週間ほど動画期間ね空いてしまったんですが、今日からまたやっていきましょう。フレンド募集のね結果発表もやんなきゃいけないからね。はい、ってことでバレンティン選手あっさりねさよならのチャンスっていう。なるほど。まあこんな感じでね、1日1回無料でねガチャ引けるみたいなんで、ちょっとね2日目以降あのからね全部録画してまとめてね動画にしたいと思います。だから、無料ガチャ毎日引いてみたをいっぺんに出す動画みたいな。でガチャはこれでね終わりなんですけど、ちょっとねアンダー王の報告やっていきます。ってことでね、1個前のイベントがプロスピコロシアムで、まあ、今回ね初めてコーダ王というまあ企画だったんですけど、今回またね1位に輝くことができました。はい、まあとりあえず記録は244と、いう感じですね。で打率が7割6分7厘と。はい、でね選手のね詳しい成績見ていきたいんですけど、まずね最初の9人が引っ張り打ちですね。引っ張り方向に打つと追加1点、まあ、もらえたわけなんですけど、まあ基本ね僕引っ張り傾向なんで、そこは良かったんですよ。そう、まあ適当に普通にやってれば引っ張って打てるんで、まあ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 ポイントは取れてたんですよね。そう、まあ、丸選手と鈴木誠也選手と、宮崎選手か、まあ、そんな調子良くなかったんですけど、まあそこそこね全員10ポイントずつは超えてると。で10試合目からのここが流し打ち方向かな、流し打ちにすると、ポイント追加だったんですけど、まあここもそんなにまあ多少ね苦戦はしたんですけど、まあまあまあ平均的に、まあ、アベレージ7くらいは取れてんのかな、7くらいは取れてそうですね。でまあここはいいと、まだいいよ。ここからですよ、19試合目からが3巡目で、センター方向ですね。センター方向に打つと、まあ、ポイントがプラス1されるんですけど、ここがかなり難しかった、一番難しかった。あのまああの調子良かったギータ選手でさえ、3点というね。そう、ギータ選手は基本ね10点超える、まあ、あの成績残ってたんですけど、打ちやすくて、まあ、全然ダメでしたね、ここは。引っ張り打ちが一番難しかったかな、やっぱ個人的には。で、最後、ここですね。最後が変化球中心だったんですけど、ここで巻き返しましたね。まあ、結構、もともと差は開いたんで、余裕持ってやってたんですけど、まあ、ギータ選手、もうバカスカ打ってました。7打数7安打、4ホーマー10打点っていうね、もうなんかめちゃくちゃな活躍してました。まあ、そんな感じで変化球中心で、まあまあ楽しんで、で最後の方ちょっと油断して4ポイント4ポイントとかあったものの、まあ見事ね1位を取ることができましたと。まあランキングの方もね、あのだいぶね初日か2日くらいにはもうなんか20ポイント以上差ついてて、その20点以上、まあ、差ついてて、まあ、最終的にね、抜かされることなく、ずっと1位でね1位キープして、まあ、終わることができました。まあ、結構いい山だったっちゃいい山だったかもしれません。まあ、結構個人的にはね好きなイベントなんで、まあなんかあのいいライバルとね巡り合えればなと思います。あんまり余裕つきすぎてもね楽しくないんで、まあ報酬はありがたいですけど、まあちょっと競い合ってね、なんかまた次のねアンダー王も楽しめていけたらなと思っております。はい、そんな感じでこの辺でこの動画を終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよかったら皆さんねアンダー王の成績お書きください。ってことでじゃあね、バイバイ。